では最初の話題です。来週22日に東京都立高校の入学試験が行われます。都では先日、入学者選抜の応募状況を発表しました。まずは中野区。中野区内の普通科の応募人員と倍率は、鷺宮が455人で 2.05 倍、富士が92人で 1.48 倍、武蔵が丘が365人で 1.44 倍。続いて杉並区。杉並区内の普通科の応募人員と倍率は、杉並が357人で 1.41 倍、豊玉が551人で 2.18 倍、西が421人で 1.66 倍となっています。その他、専門学科と定時制課程の応募状況もホームページで公開されています。学力調査は来週の22日金曜日に実施され、合格者の発表は来月1日に各学校に掲示される予定です。